3月8日金曜日発売予定の Devil May Cry 5を紹介いたします。 Yes! Yes! I'm talking about! 今のね、ナイス。今の発音が良かったのかな。そう、そうです。スイッチが。Yeah, baby!今日は何を一体紹介しに来てくれたんでしょうか。はい、ね、大変長らくお待たせしておりますが、うん、謎の男 V を今日は実機の方で触っていきたいかなと思ってるんですけど、来ましたね。やっと。そうですね、ずっとね、謎謎って言って、うん、どんなキャラかもそんなに大して説明できなかったんですけども、はい、これがすげえ。このステージですね、今右の方にね、実はネロがいてるんですね。ここはネロと V で2人同じステージを進んでいくっていうところでですね、この金網の向こうで戦ってるのがネロなんですけど、これはオンラインでプレイしてると誰かネットワーク上の誰かのプレイ、前言ってたやつですね。そうですね、シェアードシングルプレイというやつになりますね。ちゃんとね、今回は ネットワークつないでないんで、開発スタッフがプレイしたネロがちょっと DMC クルーって出してますけども、それがオンラインつないでると、もしリアルタイムでちゃんとマッチングできた場合は、そのマッチングした人のネットワークの名前が出てるとか、名前出てるね。でもしマッチングできなかったら、昔に誰かがプレイしたデータが上がってるので、それを表示すると。でもしネットワークつないでなかったら、昔に自分がこのネロをプレイしたことあるんだったら自分のプレイが出たりします。へで、まあ、ネロかっこよく戦ってたらそれがまあ見えるんで、うん、逆に自分のこの V が今これから戦うところもネロからは見えてるというふうに、一人プレイに気合が入るっていうのが今回のこのシェアードシングルプレイですね。だからかっこいいとこ見せたいですもんね、スラトでも。で、今日はちょっとその V をね、かっこよくプレイしてもらうための基礎知識から説明しようかなと思います。じゃあまずV はそのとりあえず今回シャドウとグリフォンの2体のね悪魔をちょっと使ってもらおうかと思う。いきなりちょっとねシャドウがやられちゃってますけども、シャドウやられてる、これ今シャドウやられてるんですね。デビルのね1をプレイした方は覚えてるかもしれないですけど、フォアを露出してちょっとダウンする状態なんですね。これ今回ステイルメイト状態っていうふうに呼んでるんですけども、 V の技は大体チェスで使う技名がついてまして、こう指揮官としていろんな魔女を操るのにこうふさわしいチェスで使う。わで、シャドウは三角ボタン、今回はちょっとプレイステ4でプレイさせてもらってるんで、プレイステ4のボタンで説明しますと、 Xbox One とか PC でもやるんですけども、今回プレイステ4で三角ボタン押すとシャドウが攻撃します。で、四角ボタンですね、遠距離攻撃のボタンを押すとグリフォンが攻撃します。痛い、今 V やられちゃいました。で、こうやって今ただ攻撃するだけじゃなくってコマンド技もあるんですけどね、コマンド技どうやるんやろっていうのはちょっとユーザーの方まだいまいちわからないかと思って説明するんですけど、実はダンテとかネロと同じようにR1 押しながらレバー前プラス三角とか後ろプラス四角とか、あとはそのボタン押しっぱなしで溜めて離して発動とかみたいな感じで出ます。じゃあそのレバー前とか後ろとかっていうのはどういう感じかっていうと、その魔獣の向いてる悪魔の向いてる方向ではなくって、 V の向いてる方向に対してレバー前とか後ろとかっていうのを入れてもらうとコマンド発動します。で、今回この特徴的なのは悪魔が攻撃して、敵をやっつけていくんですけど、敵はこうやって紫色のこう白くホワホワってなってる、でロックオンマーカーがオレンジ色になってる状態があるんですね。オレンジ色になってる状態が、リザインっていう状態ですね、死にそうやけどまだ死んでないっていう状況になります。で、この赤いバーがどんどん減っていくんですけど、これがね残り時間ですね、リザイン状態の残る時間を表してて、でこのリザイン状態になってる敵の近くに行って V が丸ボタンで杖で
き刺すと悪魔を消滅させることができる。なんか2体、まあ、3体の悪魔を操って攻撃してリザイン状態にして杖でとどめを刺すっていうのが基本的な流れ。で、歩いていって杖で刺すのがまあ基本っちゃ基本なんですけども、リザイン状態になってる敵をロックオンした状態で離れたところから丸ボタンを押すと V はそこまでワープしてとどめを刺すことができます。だからロックオンしながら戦ってるとテンポよく歩いて近づかなくても、ワープしてとどめを刺していけるっていうことになります。そうだね。じゃあできた。はい。あれかずっと叫んでましたね。技名が。技名はいい。グリフォン結構。グリフォンがね、V がすごく寡黙なキャラなんですけど、代わりにグリフォンがめちゃくちゃ喋ってくれます。今も喋ってますよね。はい。でシャドウも人間語は喋れないんですけど、全部グリフォンが通訳して、ああなるほどな。喋ってくれます。グリフォン、シャドウと V のこう会話とかも楽しみながらプレイしていただけるかなと。じゃあちょっとここでですね、基本操作ですね。V はね、悪魔の能力がすごく低くて。避け行動はないんですね。ないんですけど、実はシャドウがこう液体状態というか粉状態になって、それに乗せられてシュッて横向きに避けよう。ダンテとネロの避けと同じコマンドでシャドウに乗って避けることができます。で2段ジャンプもないんですけど、1段ジャンプしかないんですけど、2段目のジャンプを押すとグリフォンに捕まって2段ジャンプができる。遠くまで行く、はい、バックダッシュの避けとかもグリフォンに捕まって、後ろ向きに避けることができたりしますね。ということは、先ほどあの一番最初の画面にそのコア剥き出し状態でダウンしてる状態ですね、あのグリフォンとかシャドウが、この状態になると避け行動が V が使えなくなる。なので戦ってる時にシャドウと V が2人ともダウンしてしまったりすると大ピンチになってしまうわけですね。いや、余裕も止まった。じゃあここで1回その連続とどめやってみますか。おお、はい、連続2体以上の敵を同時に、ステールメイトですね、状態にして V が杖を刺して引き抜く瞬間に丸ボタンを押すと、近くにいてる2体目、3体目の敵に連続してワープしてとどめを自動的に刺してくれ。今できたかな？できてないかな？今できてないかな？何回でもやるか。引き抜くタイミング、あ、なりましたね。杖を引き抜くタイミングなんですけど、まあ、最初は難しいと思うので連打してれば大体いけるぐらいのタイミングになってるので、だからロックオンさえしとけばテンポよくワープしてとどめさして次のやつにとどめさして、でそうするとスタイリッシュゲージもどんどん上がっていくんで、スタイリッシュポイント上げるんだったら、まあ、連続とどめとか使ってもらうといいですね。じゃああれもやってみますか。ロイヤルフォークやってますかね。これがねコマンド技なんですけど、今各国決まりましたが、複数の敵が同時にまあリザイン、あ、ごめんなさい、ステイ、あのリザインかリザイン状態になっているときにジャンプして空中でレバー1回転プラス丸、空中でレバー1回転プラス丸で、デビルトリガーゲージを1つ消費して全員に対してダメージととどめを同時に刺すことができますね。というところで3体目の、魔獣はちょっと後ほど紹介するとして一旦ここで、一旦ここで後半戦がまだありますけど、はい。